a s l バイキング a s l バイキングは1912年1月に初飛行したイギリスの実験機である。機種に装備された単発のエンジンで主翼の間の2つのプロペラを駆動する構成を試みた。ASL を設立したホレーショバーバーはイギリスの航空界を牽引した一人で1910年から多くの航空機を設計した。 戦備翼のプッシャー形式の単用機や、原因式の ASL バルキリーなどがあり、変動飛行場で航空機の製作をするほか、飛行学校を運営した。1911年に設計されたバイキングは、これまでの機体と異なり、複用形式で普通の美翼を持ったオーソドックスな構成であったが、プロペラは左右の複用の間に設置され、機種の単発のエンジンで駆動する方式を、 採用したのが得意な点であった。エンジンは 50HP のノームエンジンで駆動軸を介して約3メートルの小道のプロペラ2つを駆動した。食い違いのない服用は山頂間の支柱で支えられた。操縦は上下翼の中間に設置された補助翼で行われた。長方形断面の胴体は下翼の少し上に配置され木製桁を張り線で補強する構造であった。 二名の乗員は隣り合って搭乗した。エンジンは半円形のアルミのカウルでカバーされていた。1912年の初めに飛行に成功するが、動力の駆動システムはトラブルが多かった。バーバーの製作した航空機は商業的に成功しなかったので、バーバーは航空事業を諦め、バイキングがバーバーの最後の航空機となった。資産は、 ハンドレページの創立者、フレデリック・ハンドレーページに買収された。バイキングは、ケント州のショアハムの飛行学校の校長のハミルトン・ロスに購入され、水蒸気に改造され、プロペラも機種に移され、エンジンで直接駆動するように改められた。ありがとうございます。